ムエタイは、キックボクシングと似てるんですけど、キックボクシングのそのパンチと蹴りに加えて、その組んでからの膝とか肘打ちが有効になる競技で、結構立ち技でも一番強いって言われてるすごい競技だと思います。はい、最初幼稚園の時に空手をやっていて、その空手の試合で、相手が大きかったりして勝てなくて、そのプラスになればなと思って始めました。始めたのは小学校3年生ぐらい。そうですね、空手はパンチとかがその体だけで顔に打てなくて、であとそのムエタイはなんかいろんな技があって、そこのとこ楽しさに惹かれました。その最初は空手のプラスになればなと思って始めたんですけど、やってるうちにやっぱムエタイの方が面白くなって、ムエタイだけやるようになりました。試合とかに出始めたのは小学校高学年ぐらい。最初は勝ったり負けたりって感じです。毎週月曜日火曜日木曜日は午前もここで練習してて、で11時から2時前とかまで練習して、で外で昼ご飯食べて、でここの部屋で仮眠取ったりして夜の練習に備えてます。タイのジムに行ったりしたんですけど、そのジムもその日本と違ってやっぱその野外だし、あと虫とかもいっぱい飛んでるジム、環境はその日本よりはいいとは言えないんですけど、そこでその毎日午前午後毎日ずっと一生懸命やってる選手たちがたくさんいて、すごい刺激もらいました。でもやってる子はもう本当に3歳とか4歳からやってる子もいると思います。タイ人、日本人だとその例えばいい攻撃が当たった時とかにその表情とかあと仕草とかで分かるんですけど、そこからそのアイデア失速したりするのも分かるんですけど、タイ人はそのもうハングリー精神が強いから、もらってももらってもずっと苦しい顔してもずっと前に来るから、すごいハングリー精神を感じます。はい、タイ人と戦う時はあんまりデータがない時が多いんで、1ラウンド目様子見てどういう戦い方でいこうかなとか考えたりします。勝った瞬間、一瞬でもなんかもう自分でも何が起こったか分かんなかったんですけど、そのベルトをリングの上で、その任せてもらって、その時まだあんまり実感が分からなかったんですけど、そのリングから降りてみんながその喜んでくれたりおめでとうとか言ってくれたりして、やっと実感湧きました。ルネサンス高校。